石割桜とは、岩手県盛岡市にある一本桜。巨大な花崗岩の割れ目から育った、直径約1.35メートル、樹齢360年を超える桜である。見頃は4月の半ばから、JR 盛岡駅から徒歩20分の盛岡地方裁判所構内に所在する。1923年に、国の天然記念物に指定された。 官営年間頃に南部藩主の分家にあたる北建物の庭園であったと言われ、明治初期には大雲石と呼ばれていた。過労の屋敷内の庭にあった巨石が落雷を受けて、できた割れ目に江戸悲願桜という桜の種子が入り込み、成長したという伝承も残っている。1932年に森岡地方裁判所が、 火災に遭い石割桜も北側の一部が焼けたが、幸い全焼を免れ、翌春には再び花を咲かせた。火事の際、庭師、藤村寺太郎が身につけていた斑点を水で濡らし、濡れた石で足を滑らせて口を切る怪我をしながらも、石割桜を守ったという。樹勢の衰えが目立っていたため、2000年春に50年ぶりに樹木医による、 本格的な治療が行われた。また石割桜をモチーフにしたお菓子も存在し、岩手県森岡市に本社を構える丸藤が製造販売している。丸藤は創業から72年の老舗菓子店で、岩手県内ではほとんどの人々に知れ渡っている。JR 森岡駅構内で購入できるほか、県内の土産店でも購入可能。 なおネット販売は休止している。2018年9月の報道にて、丸藤の自社工場を閉鎖し、菓子の生産を停止したと伝えられた。石割桜もう食べられない、森岡の丸藤、生産を停止。岩手日報公式サイト。 https://www.iwate-np.co.jp://article/.2018/.9/.6/.21472018 年9月7日閲覧。ありがとうございます。